キング、リンチェプリンスヒーローのよう高橋山の20歳バースデーを予導し祝福生放送前の気候告白気づいたらタブラ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。モデルプレスイコール2023年5月19日キング。 リンチェの平野仕様が18日放送の日本テレビ系ぐるぐる992時間スペシャル夜7時からに出演出演高橋海人米印公は正式にははしごだかの20歳の誕生日当日を振り返った岸形金プリ平野仕様、高橋山のお祝いで泥酔この日は3年ぶりにゴチバトルに参戦した平野 一品目は人差し指を立てながら、美容家タレントの IKKO のモノマネで注文をするなど盛り上げた。平野は3年くらい前なんですけど、高橋ってメンバーの子が20歳の誕生日を迎える日があったんです。と、2019年4月3日の高橋の20歳の誕生日当日を介護。 その日朝から生放送があったんですけど、でも20歳っていうことなので盛大にやろうっていうことで人生初めてのテキーラを飲んで、と高橋が20歳に変わる0時の瞬間に酒を飲みながら祝福したと明かした。さらに朝の4時半迎えだったんですけど、4時半にマメージャー2バーに迎えに来てもらったんですよ。オールでそのまま行くことになって、 と、夜通しで高橋の誕生日を祝い、そのままスタジオへ直行したという。普段から酒をあまり飲まないという平野は、気づいたら日テレ、日本テレビを裸足で歩いてて、と酔っ払ってしまっていたといい、不思議な行動をしてしまったと告白。 仕事を優先で取るかメンバーの記念を優先で取るか天秤にかけたらちょうどピタって平行だった、という動詞で高橋の20歳の誕生日を祝った当時を懐かしむように振り返った。菱形金プリ平野仕様、一番仲の良いジャニーズ明かす。こっちバトルレギュラーメンバーであるニュースの増田ダ久とは同じジャニーズ事務所の先輩、後輩にあたる関係の平野。 平野との関係性を聞かれた増田は、平野が一番尊敬している先輩、と冗談交じりに回答した。これに、平野はいや違います。すごい気まずいな、と困惑気味に。しかし、先輩としてはすごい尊敬はしています、と言い直し、現場は和やかな雰囲気に包まれた。 仲の良いジャニーズを聞かれると、一番仲良いジャニーズって言ったら、メンバーになるかもしれないですね、と答えた平野プライベートで遊びに行ったりとか、とグループの中の良さも語っていた。モデルプリス編集部。情報、日本テレビ。ノットスポンソード記事。モデルプリス。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。